しっかり合わせてくるという考え方もありますし、はい、まあ、前線に長いボールも入ってくるんで、ご覧の予想です。まあ、佐々木と宮代の位置関係、左エンドホーム湘南ベルマーレ、右エンドアウェービッセル神戸、前半は神戸ボールのキックオフ、今試合が始まりました。持たれた神戸の方は、まあ、自陣の前半分ぐらい少し深みを持って構えてます。石井反転、さあリーグ戦初先発の石井の右足、セカンドボール拾ってバラバ、武藤が競り勝って酒井の黒羽、武藤はヒールで合わせてきた。下がっています、セッターの佐々木でしたね。さあ酒井豪徳打った、ナイスキーパー、鈴木優斗を見せといて高橋がサポートしました。逆サイド石井が来た、石井の折り返しチャンス、武器はアウト、右のアウトでのフィニッシュ。まあ駆け引きしましたけどね、はい、山川とルキアンの競り合い、フリック山内、収めた宮代、左足振ってきた期待感ありました、宮代大成。佐々木大樹収めた、武藤、これで前半終了の笛が鳴りました。残り45分です。さあ湘南がボールを動かして試合が始まりました。阿部です。池田が浮き球をルキアンに流し込みます。ルキアン収めて折り返した、逆サイドから杉岡が来た、ナイスクリア、ギリギリで山川、18歳の行く手を酒井が阻んで、そこから展開、佐々木のパス、後ろから井出が来ました。サラスイで井出打った、コーナーキックです。少し相手に当たってました。武器屋が斜めに入ってきた、石井もニアに引っ張ったんで、高橋、阿部、あ、打てるぞ、シュート、阿部のシュート、得意のミドルを放ちました。阿部初戦です。宮代スルー、ゴール前大迫、ずらす井出、大迫優也、肩が上がりました。しかしながら入った早々いきなり出てきました。まあ、ここがね、最初受けたとこ、井出のところはオフサイドでしたけど、はい、大迫じゃなくて井出がオフサイドですね。そうですね、はい、この後の反応、ポジショニングの取り方ですよね。で、体ひねってのシュート、まあね、ここでずっと仕事をしてきた選手ですからね。高橋当てた、落とした、チャンスです、奥の来た、左を見た、チャンスだ、杉岡中に置いた、利き足で杉岡正面、前川冷静に立ちました。鈴木優斗、高橋もうずらした、スーッと半身で鈴木優斗も左足打ってきた、福田、酒井が拾います。このクロスのターゲット、ジアン、おお、マテウス・トゥーレル、決定機でした神戸。さあイーブンのまま試合の終盤、もうちょっとでアディショナルタイムに入ります。ちょっと後ろ、ルキアン、おー、その後ろからのヘディング、ルキアンの後ろからのヘッダー、鈴木明人です。さあ鈴木優斗、鈴木明人、流した、奥の、左足打った、正面、また奥のシュートへの意欲を見せます。湘南ボール、高橋、あーっと狙って取った、山口流し込んだ、チャンスを止めて、大迫中見た、ずらした、マテウス・トゥーレル、大迫優也、大迫優也、戻して打った、打った、まさに神戸の顔、10番と11番アシスト、大迫フィニッシュ、無投均衡を破れたレモンガススタジアム。